様こんにちは、ゆめのです。今日も手放すものを紹介していこうと思います。それでは始めていきます。今日で、捨て活記録の動画が第44回目となります。はい、今日手放すものはですね、ちょっと汚いんですが、こちらになります。これはですね、可愛いんですけどちょっと汚れてるんですが、これはダイソーで買った、200円で買ったスリッパで、なんか一時期すごい、これがちょっと汚いですね、これがすごく話題になっていた時に、偶然私の家の近所のめちゃくちゃちっちゃいダイソーに謎にたくさん入っていて、白とグレーとピンクがあったかと思うんですが、めちゃくちゃピンクが好きで、たまらない人間ではあるんですけれども、このグレーがすごく可愛くて、ちょっともう今は汚くなっちゃってるんですけど、わ、グレーすごい可愛いと思って、ちょうどモノトーンのもので、周りというかカバンの中のものとかはピンクにして、テンション上げたいっていうタイプなんですけど、こういう小物ですね、生活雑貨というか、そういうものをモノトーンで統一したいなって思い始めた時期で、でしかも私結構リボンとか、こういうデザイン、リボンとかの可愛いデザインだけど色はベーシックみたいなのがすごく好きなので、かなり履きまして、まあ、毎日スリッパって履くので、ただやっぱり安いからか、ちょっと傷んできてすぐに、でしかももう汚い色になってきてしまって、で毛玉も出てきたので、もうちょっとこの木に手放そうと思います。はい、でも本物のフランフランとかのスリッパって 2,000〜3,000円するので、多分また100均とか、そうですね、それこそユニクロとかのスリッパを買うか、もうスリッパなしで行くかっていうところで今悩んでいます。はい、どうなんですかね、スリッパって皆さん履くんですかね。なんかミニマリストさんの動画見てると、スリッパ手放しましたっていう人が結構いらっしゃるので、ちょっとこれを手放した後は買うかどうかはちょっとわからないんですが、もう暖かくなるので夏の間はいいのかなとかも思っています。はい、そんな感じで今日手放すものはこちらの、可愛くて愛用したけど汚れちゃった、ダイソーで買った200円のスリッパでした。はい、そんな感じで今日の動画はこの辺りで終わりにしようかと思います。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。